はい、皆さんこんにちは、翔です。よろしくお願いいたします。ということで、先日の問題が終わり、もうルシファーと盛り上がっている段階でございますが、実はですね、問題中みんな気づいてないかもしれないんですけれども、鬼滅の刃コラボがね、発表されているんですよ。はい、で私もね、鬼滅の刃、もうすでにアニメもね、あの刀鍛冶編を全回収し終わって、漫画のところもね、今全部読み直しが終わったところでございまして、まあその手前のね、前準備といいますか、はい、そのモチベの上がり方っていうのが今半端ない状況になっておりまして、でまとめたんですよ、自分用にね。鬼滅の刃コラボどういう風にやったら最速効率を叩けるのかだったり、まあ、今回からね、あの鬼滅がきっかけとか、ルシファーがきっかけで出戻りした方だったりとか、新しく始めた方っていうのがすごいいっぱいいらっしゃるかなと思いましたので、まあいつも通り、まあ、ルシファーしたいところですけども、あの鬼滅の刃どうやるのが効率的なのか、あとは今回いろいろな、ね、注意点もございますので、まあ、何から順番に手をつけていったらいいのかっていうのを、詳しくまとめてきましたので、今回はそちらをお話ししていこうかなと思います。はい、まあコラボって言ってもね、まあただざっと適当にやっているだけじゃね、あのかなり効率が悪くなってしまいますので、まあ、毎度毎度ね、大きくゴールを設定させていただいております。1つ目、ガチャ。はい、まあガチャは別に全部引くのがゴールとかじゃないんですけど、まあ自分のペースでね、引いていけばいいと思うんですけれども、一応ね、そのガチャのシステムっていうのも第3弾なんでね、どういう風になってるかってお話をしますと。はい、次、降臨ね。はい、今のところどういう降臨が発表されているかってところと、まあどういうシステムになっているかってところだね。はい、で次、より1ゼロ式訓練。はい、まあ新しいね、ね、今までの形態としてはそんななかったようなイベントが来ますので、まあ、そこについて詳しく。次、ハンティング捜索任務。はい、これもね、一応ミッション系なんですけれども、やり方を間違えちゃったりすると少し不利になっちゃったりするシーンもあったりするので、詳しく話していきます。で最後に、日輪刀の、鍛錬ですね。刀の鍛錬っていう要素がありますので、ここもすごい重要だからお話ししていこうかなと思います。はい、じゃあ順を追っていきましょうか。まず1つ目、ガチャ。はい、これはもう引く引かないは人それぞれ自由だと思っていて、まあ、僕もね、実際にあの引いて使ってみた後にですね、評価はして、まあこれ引いとくべきなんじゃないかなとかやると思うんですけれども、現段階では、まだ強さがわからないので、ガチャのそのシステムについてのとこだけお話ししていこうかなと思います。はい、ガチャはですね、今回鬼滅の刃コラボでいうと第3弾になっておりまして、第1弾、第2弾、第3弾のガチャが分かれて登場しますと。はい、でここでよくある勘違いなんですけれども、モンスターストライクはですね、第1弾、2弾、3弾と分かれていても、第1弾からでも第2弾、第3弾のキャラが出ます。はい、なので1弾のキャラ欲しいなって言ったら1弾引かなきゃいけないとかではないんですよ。1弾と2弾欲しいなって言ったら、まあ大体のゲームとかだと1弾引いてその後2弾引かなきゃいけないってなってるんだけど、モンストはそこ結構良心的で、1弾引いててもそのキャッチで2弾3弾が出たりするんですよね。はい、じゃあなんで分かれてるのかっていうと、1弾のガチャは1弾のキャラがピックアップで確率が上がっているんですよ。で2弾は2弾のキャラが上がってて、3弾は3弾のキャラが上がっているよっていうガチャで来てるんですね。はい、なんで一番欲しいキャラを引きに行くっていうのはありなんですけれども、下手するとその第3弾のガチャを引いてるだけで第1弾第2弾のキャラがなんか2台ずつ出ちゃったみたいなことにもなったりするわけですよね。はい、なのでどのガチャを引いても一応全部の鬼滅の刃コラボのキャラが配置されますよっていうのを前提で覚えておいてくださいと。はい、で、まだそれがあるんで、どの順で引いていくのかっていうのはすごい悩みどころなんですよね。ただもう一個注意点なのが、その 1,2,3 でそれぞれピックアップされている中で、今回新しく登場する第3弾のガチャだけはですね、個別ピックアップもございます。はい、その第3弾で登場する今回時藤無一郎、甘露寺光莉、炭治郎&禰豆子、この3キャラに関してはそれぞれがピックされます。無一郎の日、甘露寺の日、あとは炭治郎禰豆子の日みたいな感じで、それぞれピックアップがこうやって順番に来たりするんだよね。なんでその1弾を全体的に狙いたい、2弾狙いたい、3弾狙いたいの中で3弾だけはその中でさらに無一郎を狙いたいみたいなことができるんですよね。だから逆に言うと1弾2弾の忍さんだったり義勇さんだったりとか、あと煉獄さんとか天元様だったりとか、そのあたりに関してはあのこれそれぞれ個別のピックアップがないので、少しだけね3弾に比べると狙いづらいキャラになっていますよというところですね。それらを踏まえてどこから行くのかっていうのを考えてあげる必要がございます。はい、で今回は 1,2,3 どのガチャを引いたとしても、一応10連を引くと EX おまけでグッジョブも手に入りますね。で最大9個まで、グッジョブが取れるので90連でグッジョブコンプになりますよという形ですね。ただまあここは無理しなくてもいいかな、キャラとかではないのでね、グッジョブなんでね。
はい、ってな感じかな、ガチャはね。まあここは多分もうずっとやってる皆さんだったらね、あの知っている部分になりますので、まあ、新規の方だったり復刻の方向けに紹介させていただきましたと。はい、じゃあこっからが本編でございます。鬼滅の刃を効率よくプレイしていくためのお話でございます。まず一つ目、降臨。はい、降臨がですね、まあ今回全てで、ね、もうハンテングコラボでございます。はい、ハンテングっていうね、上限の4だったかな、上限の C だったよね、ハンテングはね、の、降臨が、鬼が降臨するんですけれども、まあこの降臨がですねかなり面白い、敵キャラとして出てきまして、あまり言うとネタバレになってしまうんですけれども、まあ出てきた最初からそうだから言っちゃうと、まあなんか分裂っていうか、そのなんか分身みたいなのがいっぱい登場するんですよね。はい、でそれが喜怒哀楽とか、まあ他の漢字もあるんですけれども、他のにも分かれていまして、でそのうちの喜怒哀楽の4体ですね、はい、赤怒火楽老儀哀絶、老儀だったかな、はい、の、4体が、はい、まず降臨で火水木闇として降臨しますよと。はい、ってな感じなんですよね。でおそらく、あ、まあこれは後で言いましょうか。でもう一体、今のが普通の究極降臨で、常設もございます。はい、こちら玉子ですね。これは反転関係ない上限の5だったと思うんですけれども、玉子無一郎が戦う的なね、はい、これが、究極の常設攻略になりますね。常設の降臨になりますと。はい、が、あ、まあいつもの、究極だったり常設だったりって部分だから、この時点でねもう1個多いんですよね。いつもだったら、まあ、2降臨プラス常設に超究極1個みたいな感じなんですけれども、今回は究極4つにさらに、常設が1個来るって感じなので、まあ、そもそもこれ究極なのかは分かんないですけど、ハンテングの中で1個だけ極みとかになることもないと思うので、すいません、ここの感じの難易度上下はもしかしたらあるかもしれないですね。申し訳ない、あのここの難易度はねホームページだけ書いてたのかな、書いてあったかもしれないですけど、うん、とりあえずこの降臨が来ますよって感じだね。はい、で肝心なのは超究極だね。はい、超究極何が来るかっていうと、まさかのより1ゼロ式、はい、より1ゼロ式が、非属性の超究極クエストでやっていきますよと。はい、ただこれはですね、何月何日の何時から降臨とかいう感じではなくてですね、より1ゼロ式訓練というもののね、新しいような形で、今回超究極が降臨しますよと。だからそのキャラが手に入ったりとかするんではなく、そういう新しいイベントが来ますよっていうイメージを持っていただければなと思います。はい、じゃあこの続きでより1ゼロ式お話をしていきましょうか。はい、まあ、過去のコラボで同じ形態を取ったコラボっていうのが前例がないんですよね。なのでちょっと詳しめにお話をさせていただきますね。はい、まあ、まずゴールがこのより1ゼロ式訓練っていうクエストを4回クリアするか10回クリアするかがそれぞれのゴールになります。はい、まあ、まずだから今から話す話っていうのを4回やろうかなっていうのと10回やろうかなっていうので分けてお話を聞いていただければなと思います。はい、でどういうものかっていうと、まあ、当然超究極のクエストが1個ポーンとあるんですけれども、訓練するってやるとそのクエストに挑戦できるんですよね。で挑戦しました、勝ちました、その勝った時に使っていたキャラたちが封印されます。封印される。今まで4回クリアしろとかね、10回クリアしろってなったら、まあそれを普通に同じパーティーでね、最適パーティーっていうのを見つけてひたすら攻略をしていこうと、4回クリアしたゴールだで終わりだったんだけど、今回例えば1回目勝ったってなったら、その1回目のキャラたち封印されます。だからルシファー、ルナ、クガユーマとか持ってたとして、そしたらそのルシファー、ユーマ、クガユーマ、ルナでやったとしたら、まあ、フレンドはね他の人のキャラなんで封印されないんだけど、その4キャラでやったら、この自陣で使った自分のキャラたちっていうのが次回以降使えなくなります、このより1訓練では。はい、なのでこの、組み合わせっていうのを考えながら攻略をしていってあげる必要があるんですね。はい、これがすごいね難しいところになってきますと。はい、なのでいくら最適性を持っていたとしても、1周目で最適性を消費しちゃったら2回目以降はその純最適性でいかなきゃいけなくなるとか、そういうのが必要になってくるわけですね。でこれ前に封印の玉露っていうね、あのコンテンツがあったんですけれども、まあ、かなりねその適性の幅を多く持ってないと難しくなっちゃったりすることもあったりしたので、比較的クエスト目が優しめになっているんじゃないかなというふうに、思いましたね。ミッションでもなんかね非属性を入れてみたいなのもあったと思いますし、まあこの後ね紹介する刀とかでねさらに楽にできたりする要素もあるので、まあそんなに気構えなくてよかいいかもしれないですね。はい、4回なら、うん、はい、なので、まあ、その封印っていうのを、気をつけてくださいねってところですよね。はい、でさっき言った通りゴールが4回と10回って言ったと思うんですけれども、この4回と10回何があるかっていうとですね、今の封印とかをされていく状態で勝利回数を増やしていくゲーム性になっているんですね。まずゴール10回の方から、言わせていただくと、オリジナル勲章がもらえるんですよ。コラボ勲章みたいな、かっこいいねこういうね
勲章があるんだけど、その真ん中に数字が書かれてるんですよね。でこれがこの寄り1訓練に勝った回数になるんですよ。はい、なので5回勝ったって人はそのオリジナル勲章の真ん中の数字が5っていう数字でコラボを終了しますし、10回まで勝つことができたって人はそこが多分10とかになったりするんですよね。はい、なので、まあ、ここは自己満の領域になってしまうんですけれども、一応その数字が10まで増えるということなので、まあ、やり込みだったりとか、まあ、そういうのが好きな人は10回まで勝ってその勲章をさらにかっこよくすることができるという部分になってるわけですね。はい、じゃあ4回は何なのって話をするんですけれども、4回まではその数字が増える以外に報酬がちゃんとございます。はい、1回目、2回目、3回目、4回目、この4回目まで勝つごとに1回につき鋼塚ホタルさんが10体ずつキャラとして手に入りますと。はい、なのでこの寄り1訓練では鋼塚さんが40体手に入るのかな。はい、なのでここの鋼塚さんっていうキャラが好き嫌いとか性能的にいるいらないとかではなくて、かなり今回のコラボでキーマンになってきますので、確実にこの寄り1訓練では、この40体、鋼塚さんを集めておいてあげる必要がありますと。はい、なのでまあ今回はさすがに比較的簡単になっているんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、なるべくその4回目までの、パーティーとかは気をつけながら進みたいですよね。はい、じゃあここでさらに今システムの説明をしただけなんですけれども、効率に関わる点をね4つお話しさせていただこうかなと思います。まず1つ目、仮門貸し門。はい、仮門貸し門っていうのはですね、フレンドになっているとパスワードを入力して、近くにいるとですけどね、キャラを1体貸すことができますよというシステムなんですよね。例えば俺が他の鳥ちゃんとかスタッフさんに、ルシファーが強いからルシファー貸してよと、ルシファー借りるじゃないですか。でそのルシファーを使って寄り1訓練やったら、もうそれ以降他の人から借り物で借りたキャラっていう枠が使えなくなります。1回だけ使える、だからその借り物で借りたルシファーが封印されるんじゃなくて、この借り物っていう機能自体が封印されます。はい、なので他の人の力を借りるっていうのはこれでは1回しかできないというところですね。これお気をつけください。はい、で次マルチの利用、これがマジで重要になってくるかな。はい、でおそらくこれマルチでの攻略もできると思うんですよね。でモンドリ中もちらっと言ってたので多分合っていると思うんですけれども、どうなると思いますかね。4人でマルチした場合にルシファーが強いクエストだったとしましょう。1人2人3人4人でマルチで全員でルシファーを1体ずつ出したってなったら、いわゆるルシファー4体封印される状況じゃないですか、今の状況だと。はい、なんだけど出してるのは1人1体だよね。多分それしか封印されないです。はい、なのでソロでやるとルシールシールシーフレンドルシーってなったら自分のルシファー3体封印されちゃうんだけど、4人でルシファーを1体ずつ出すっていう構成でやったら、おそらくその自分が出したルシファーって部分しか封印されないんですよね。うん、なので、ソロでやってるとマイクエストフレンドを除く3体が封印されて10回までいくと30体封印が行われる状況なんだけど、マルチで全てクリアしようってなって自分が1体だけ担当するよっていう攻略をしていくと、10回クリアまでに10体しか封印されないですよね。うん、なんでめちゃくちゃ難易度変わると思います。はい、なのでかなり心配だよって人に関しては、まあ、そういう風にあらかじめ自分の友達だったりとか、まあ、SNS 上のねモンストフレンドだったりとか、そういう人たちと一緒にやろうよみたいな、キャラ少ないからちょっと助け合おうよみたいなのを約束したりすると、より効率よく、周回はできるんじゃないかなという風には思いますね。ただまだ適性とかが出てないからさ、どういうキャラが使えるかって分かんないで迷惑かけちゃったりする可能性もあるから、ちょっと今のタイミングだと怖さはあると思うんですけれども、まあマルチだとこういう仕様になると思うよっていうのだけ言っておきますね。はい、じゃあ次3、クリア済みのプレイヤーに助けてもらう。はい、これ今回ね結構考えてくれてるんですよね。はい、10回クリア済みの人ってどうなると思います。うん、だから僕みたいにそのガチャをね普段からペーって引き散らかしてる人ってさ、同じキャラをいっぱい持ってるわけじゃないですか。はい、最適性が3種類いる、純最適性が3種類いるっていうと普通の人は6体とかなんだけど、そもそもその最適性を3体ずつ持ってるみたいな感じになってるんですよね。はい、なので多分いくら封印されても痛くないって状況で攻略ができると思うんですよ。っていう人たちが、まあ、最速で攻略するわけじゃないですか、パッと10回ってなると、今まで封印されたやつが全て解除されるらしいです今回。はい、10回クリアされた人はオール封印解除なんですよね。なんで11回目以降の攻略に関しては封印とか何も気にせず自由に最強キャラを使い回れるらしいです。はい、なんでクリア者に手伝ってもらうっていうのはめちゃくちゃ大きい、マジで大きいですね。
はい、クリアしてない人はどんどん封印されちゃうんだけど、クリア者は一生その最適性を使い続けれるんで、めちゃくちゃこれ大きいと思うんですよね。なんで、まあ、YouTube とかでよくね、あのお手伝いライブってやってる方もいらっしゃいますし、 SNS で手伝ってほしい人いますかとかね、優しく声かけてくれる人とかも、いたりするので、まあ、そういうのに頼るっていうのも少しありだと思いますね。はい、で次4、これ一つポイントなんだけど、一回だけ今の状態をリセットすることができますと。はい、どういう状況かっていうと、例えばルシファーが強いとしましょう。3体持っています。ルシファー最強そうだなと、ルシファー艦隊で行こうって言って1回目行くじゃないですか。はい、ルシールシールシーで、フレンドに、まあ、誰かなんかいて、その4体で行くとしましょう。1回目攻略しました。ルシファー3体封印されました。はい、やべえっつって、ルシファー強すぎて1体いれば余裕だったなと。うわー、これ最初3体使わないで、ルシとちょっと弱めのやつ、弱めのやつ、フレンドルシとかでルシミリやっとけばよかったなと。そしたら2回目以降もまたその同じパーティーでね、簡単にいけた降臨降臨ルシでフレンドルシみたいなのでいけたなと。うわー、ルシ3体使ってれば3回は稼げたのにみたいなこと、これ多分結構あると思うんですよ。最初の1回行ってみて、うわ1回目でこんなにオーバーに強いキャラ使わなきゃよかったみたいな、この状況一度だけリセットできるらしいですね。はい、なので、これ使いどころミスらないようにしていただければなと思います。ただし、このリセットした時は勝利回数とかも全部リセットされちゃうんで、だからもう5回勝ってますよって状態でリセットしたら、全部の封印履歴っていうのはリセットされるんだけど、勝利回数0のとこからまたスタートっていう風になっちゃったりするので、まあ、極力使わない方がいいかもしれないですね、事故のもとなんでね。うん、ってな感じでございますと。はい、てなところかな。より1ゼロ式訓練、まあ簡単に、まあ、最後まとめをすると、まあそのやり込みをしたい人は10回まで勝ちたい、報酬だけちゃんと取れればいいよって人は4回勝てば OK です。で、重要なのはこの4回勝った時にもらえる鋼塚さん、この理由は後で説明するんですけど、鋼塚さんは早い段階で、体数を稼いでおいてあげるのがいいと思います。はい、ってのが、より1ゼロ式訓練でございますと。じゃあ次、ハンテング捜索任務と。はい、ハンテング捜索任務というものが来ますと。うん、まあ言ってるだけだとね、ちょっとなんか、うわまたミッションとかいっぱいやんなきゃいけないのって思ってるかもしれないんですけど、まああってはいるんだけど、結構システムと報酬が美味しいんで、はい、行ってきますね。まずはハンテング捜索っていうのはどういうものかっていうと、そのなんか地図みたいなのが用意されてて、その中から自分で場所を選んでハンテングを見つけたらゴールっていうコンテンツなんですね。はい、なんですけど、僕らがやらなきゃいけないのはまず地図の完成からなんですよね、探す前に。はい、じゃあその地図の完成っていうのはどういうことかっていうと、地図がもうバラバラのかけらとなって散らばっているんですよね。はい、横6の縦4の全部で24ピースのかけらをまず、ゲットするところから始めないといけませんと。はい、でミッションが全部で24個、用意されていまして、その24個のミッションを1つクリアするごとに地図のかけらっていうのが1つ手に入ります。はい、で全て集めると地図が完成するっていうシステムなんですね。はい、24個もあるのって思ったかもしれないんですけれども、まあ、ミッションのページをもうすでに確認済みの方ならわかると思うんだけど、普通に降臨やってれば、攻略できるようなものになりますね。例えばストライクショットを3回打てとかさ、そういうなんかちょっと知ってないとまあ満たせないだろうなみたいなミッションはそんななかった。はい、だから普通にプレイしてればある程度一気に、ああミッション一気に3個終わってたわみたいになったりすることもあるぐらいのレベルだと思ってください。はい、なんで数で押されない方がいいかもしれないですね。はい、じゃあ地図をそういう風ので、完成させていきましょうというのがまず最初にやんなきゃいけないところですね。ただより1ゼロ式関連のミッションもあったりしたので、そこはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。はい、じゃあ地図が完成しましたと、24ピース集め終わりました。おそらく2日目か3日目とかには完成がするんじゃないかな。うん、まだ降臨してないクエストとかがあってね、1日目だけじゃ多分完成ができないんですよね。で2日目3日目あたりには全ての降臨の初回降臨が終わったっていう段階になると思うので、その段階ではおそらくもう地図が完成できてるんじゃないかなと、最速でねやればだけど、うん、できると思います。はい、じゃ地図完成したらどうなるかっていうと、トレジャーラインと同じシステムです。どういうものかっていうと、全部で9箇所ものから探すマークみたいなのがその地図上に出てくるんですよね。はい、で、それをしらみつぶしに潰していくゲームでございます。ただこの捜索、まあ、この地図が完成してからその9箇所っていうところをタップして探していくんだけど、ハンテングをね、1日1回しかその捜索っていうのができないんですよ。はい、で全部で9箇所あるんだよ。うん、
で、反転号を見つけた瞬間にそのボイスだったかグッジョブだったかが1個もらえるのと線形の書が手に入るんですよね。なんで確実にこの反転号の捜索っていうのはやっておきたいんですよ。で、トレジャーナインと一緒で外れちゃったと、反転号がいない場所を押しちゃったってなっても報酬がちゃんとゲットできますと。で、仮に反転号を見つけた場合は残りのまだ捜索してないポイントに設定されていた報酬っていうのも一撃で全て回収します。なので超運がいい人は地図が完成されてから最短でその日にこのコンテンツを終わります。はい、だから9分の1一撃で引いたら終わる。はい、でめちゃくちゃかかるって人は、だからもう心がかかるよね。確か9箇所だったと思うんで、あ、7箇所だったかな、ちょっと待ってごめんなさい見ますね。そうですね、8箇所だ、ごめんなさい、8箇所、6でも9でもなかったですね、8箇所でしたね。はい、があるんで、それを、やっていくと。まあだから8日間、まあ1週間から8日間ぐらいでかかる人か、まあ最短1日で終わる人かみたいな感じになっているのかな。はい、なのでまあこれ気をつけなきゃいけない点が一つだけ大きくありまして、これ地図の完成だよね。うん、だからこれが例えば残り5日間しかコラボの日数がないって時にミッションを全部達成しました、地図が完成しましたってなっても、9分の1を残り5日間、あ、8分の1かを残り5日間の中でどっかで引かないと、そもそも反転号を見つけないままコラボ終わっちゃうって可能性もあったりするので、まあ少なくともコラボ残り1週間ってなる状況の前には、必ず地図の完成は行っておいてあげる必要がありますよね。間に合わなくなっちゃうんでね、まあ、ここは本当に気をつけた方がいいと思います。まあ、これに関してはこれが15日間とか必要とかだったら結構黒いですけど、7日とかで8日7日とかで行けるんであればもうさすがにそれはログインしない側が悪いんで、ちゃんとログインだけしといてあげて、で、地図も完成なるべく早くしといてあげる必要があるということだけ覚えておいてください。なんでミッションはいつも以上に意識してあげる必要があると思いますね。はい、ただね今回ね結構良くてですね、じゃあこれさ地図完成しました、あーやべーっつって、天狗の捜索今日やってねえわと、忘れちゃった、せっかく地図完成されたのに、うわしかも日数かかるやつなのに捜索忘れちゃった、どうなると思います？捜索回数なんと翌日に持ち越されるらしいです。成長してるモンストくん、いやほんとこれ神っすね、マジで神これ。うん、やっぱどうしてもねバタバタしてて忘れちゃうとかあるんよ。うん、いやいくら休みといえどさ、そのみんなも予定があるわけじゃないですか。それこそお仕事が続く人もいらっしゃると思いますし、学業が忙しい人もいると思うんだよね。うわーやべ今日モンスト開けてねえわーみたいなの急いで開いたら、うわー反転号の捜索忘れたわ、これ捜索回数持ち越しらしいです。いやこれマジで熱いっすよね。だからより地図を早めに完成させときたいよね。ただ注意点なのが、地図完成してない場合は多分そうはならないと思う。うん、あと、捜索ページっていうのを1回開いた時に捜索回数が毎日プラス1されるっていう言い方をしてたんで、もしかするとモンストすら開いてない状況ってなってくると捜索回数っていうのは次の日に持ち越しされなかったりするかもしれないですね。はい、なのでこれだけは気をつけてください。毎日1回この捜索ページっていうのを開くっていう癖をつけておくのが一番いいと思いますね。はい、なんで まとめをお話しします。まあ、とにかく1つ、ミッションを意識する。うん、これはマジでミッションを意識する必要があると思います。ミッションを意識してあげないと、このハンティングミッション、しかも今回報酬がかなり美味しいのでね、はい、しっかり意識しといてあげてくださいと。うん、まあ、勝手にパーッと決め楽しいってやってれば、まあ、大体 6,7 割方は勝手に終わってると思うんですよね。であと残ってるやつなんだろうと思って、でその残ってるやつをちょっとずつやっていくっていうのにしてあげるのがいいと思いますね。はい、なので、ここお気をつけて。あ、ちなみに、あ、すいません、その前に反転具捜索任務なんですけれども、このミッションをクリアするごとに、鋼塚さんが報酬でもらいます。すいません、言うの忘れてました。はい、先ほど鋼塚さんを集めるのかなり重要だよと言ったと思うんですけれども、この捜索任務の方で70体だったかな、60体か70体手に入りますね。はい、でさっき言ったより1ゼロ式の方で多分40体手に入りますので、まあ合わせて運極ちょっと、この鋼塚さんが入手できるっていう感じになってるんだと思います。はい、なので、この鋼塚さんっていうのも集まるからミッションの攻略っていうのは重要だよっていう、さらにまあミッションの価値が上がったって感じだね。うん、しっかりミッション意識してください。はい、じゃあ全てのフラグを回収します。日輪刀鍛錬、はい、今回、まあね、ルシファー、モンドリ、鬼滅の刃とかなり新規の方が増えそうな、タイミングでもありまして、復帰するって方もすごい多いんだよね。だその方向けの施策になってると思います。神コンテンツですね。いやこれはね、もうね、モンストがすごいわ。
これ本当なんかちゃんと楽にしてあげようっていう意思を感じる。めちゃくちゃいいこれ。はい、日輪刀鍛錬。はい、これはですね、コラボ期間中、刀って言われる特殊アイテムが登場します。まあ、どういうものかっていうと、クエストを出発する時のパーティーの右上のところに刀のマークがつくんですよね。で、オンとオフの2つがありまして、オンされている状況であればコストなし、何かアイテムを使うとか、そのゴールドを使う、オーブを使うとかも何一つなし、メダルを使うとかも多分ないと思いますね。常に発動ができるオンオフ状態切り替えのアイテムです。はい、でオンにするとどうなるかっていうと、効果一覧こちら。はい、最大で 1.2 倍の倍率を出し続けれる、めちゃくちゃ重要なアイテムでございますと。はい、で使える場所が、書庫、あとはコラボのクエストの2種類で使える。で、多分モンドリの中のニュースで話してた感じだと、書庫も超究極とか豪絶でも使えるっぽいんだよね。うん、ってなってくると、これコラボクエストのより位置でもおそらく使えるんよ。だからめちゃくちゃ重要でしょミッション。うん、なんでかっていうと、この刀っていうアイテム、一番最終的にバッケツ刀までいって 1.2 倍になるんですけれども、このどういう徐々にね、この刀が鍛錬されてって強くなるんだけど、この鍛錬に必要なのが鋼塚さんのラックなんですよ。うん、復習しますね。鋼塚さんはより位置訓練で40体で、ハンテング創作任務の方で60体か70体取ることができるよって言ったと思うんですけれども、めちゃくちゃいいよね。うん、だってこれハンテングって正直ミッションめっちゃ簡単なのパーってやってるだけで鋼塚さんが集まるでしょ。うん、で鋼塚さんが集まったってことは刀が強化されていくわけじゃないですか。でその刀を使ってより位置ができるかもしれないでしょ。ってなると、より位置がより有利な状態で攻略する可能性があるわけですよね。攻略できる可能性があるんですよね。なんでこの手順を知ってるか知ってないかで、そのより位置の攻略っていうのにすごい大きな差が出てくると思うので、まあこれより位置に使えたらの話ですけどね。おそらく使えると思うんですけれども、うん、めっちゃ大事だと思う。ほんと大事だと思うね。モンスト本当 1.1 倍 1.2 倍とかでもかなり重要な部分になってきますので、うん、1.2 倍とかなったら、まあ紋章ほどはいかないけど、まあ実質紋章つけてるみたいなもんですからね。 1.25 と2の差なんで、うん、もうこれはマジで大きいですから、日輪と本当にこの鋼塚さんのラックっていうのは意識してあげた方がいいと思いますと。はい、ってな感じですかね。鬼滅コラボ3弾っていうとめちゃくちゃ複雑なコンテンツみたいなのはなかったんですけれども、やっぱ覚えておくとところどころ有利になるって点がすごい多かったので、自分でまとめた分っていうのを、今回動画にさせていただきました。まあ、詳しいねゲットできる体数だったりにちょっと差が、下調べ足らずでね、ちょっと差があったりするかもしれないんですけれども、まあ大体システムの部分に間違いはないんじゃないかなと思いますので、これを参考にして、ぜひぜひ鬼滅の刃コラボ一緒に楽しんでいければなと思います。もう僕はもう下準備だ、もうバッチリなんでね、この準備もできてるし、アニメ漫画の回収すべてオールオッケーでございますから、うん、ちょっと楽しみっすね、さすがにね。いやこれでも初稿でさ、超究極豪絶とか始めたばっかの人とかやっぱうまく作りたいじゃない。うん、それに 1.2 倍も入れられるって考えると結構今やばい環境っすよね。うん、でルシファーとかやばいさ、もういろんな豪絶吹き飛ばしてるようなさキャラもいるわけでしょ。その中さらにあいつが 1.2 倍になるみたいな刀も出てきて最強だよな。はい、ということで、まあもうこの動画が出てるおそらく翌日、翌々日とかには、鬼滅の刃コラボスタートになると思いますのでね、ぜひぜひみんなで楽しんでいければなと思います。まあこれに補足してこういうポイントもありましたよみたいなのがございましたら、ぜひぜひコメント欄で補足していただければなと思います。よろしくお願いします。ということで、よかったら最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。